兄弟ではない。はい、始めさせていただきます。H チーム、私はコトラボ合同会社の街づくりの会社を事業で、事業としてやっている会社です。他にもですね、フューチャーセンターをやってたり、アート系の方がいたり、オープンデータをやっている方、あとは建築家、アーティスト、そういう形の、方々で、構成している、チームです。はい、ではまず、この、まあ、皆さんもお分かりだと思いますけれども、東京オリンピックがある年であり、横浜の市庁舎が、移転する、一時は完成する、年であります。ただもう一つ、実はこの数字、この年にですね、横浜で大きく変わることがあります。それが、2019年からですね、横浜、2019年をピークに、横浜は2020年からですね、人口が減少する、社会へと突入をします。で、日本 全国では、もうすでに、人口減少社会になっているんですけれども、そこからちょっと遅れてですね、出てくるという感じになります。で、その人口減少社会になるとどんなことが起こるか、まずは、生産人口が減ります。で、そうすることによって、まあ、もちろん税収も減るし、負のスパイラルに陥る可能性がある。あともう一つは、まあ、高齢者は、まあ、今もね、どんどん増えてますけれども、それにより社会コストがどんどんと増加をしていく、まあ、そういう二重のスパイラル、負のスパイラルで、街が変わってきてしまう可能性が、あると。で、一方、世界では、そういう人口の問題だけじゃなく、社会問題、まあ、いろいろあるわけですけれども、行政だけでやってるわけではなくて、市民、民間が、自分たちで事業を起こして社会問題を解決するという取り組みが、途上国だけ、途上国、先進国、分け隔てなく行われています。もちろん日本でも、やっている部分は多いです。まあ、言えることとしては、まあ、やはり社会問題っていうのを今現状である社会システムだけではもう、ね、こう直す、改善していくのには限界がもう来ている。で、さらに先ほどのように人口減少社会で来れば、これから10年後、20年後、さらにそのリスクが大きくなってくる。だからやはり今何か手を打たなければいけない。で、そこで我々が、今回提案をするのは、このソーシャル、横浜ソーシャルバレーという名前で、提案をしたいと思っています。で、まず、この、地図をちょっと見ていただきたい。ちょっと変な地図ですけれども、世界の、国別に見た寄付だったり、社会活動に費やした時間を、ランキングした、ものです。こっちヨーロッパですね。ヨーロッパはね、ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、イギリスだと8位とか、アイランド3位とか、一桁台が多いです。で、一方アジア、ここはアジア、東アジアなんですけれども、これ日本です。119位と書いてあります。これはですね、アジアの中でも中国に次いで2番目に低いんですね。で、要はこのジャンルでは実はすごい後進国になっているというのが日本の現状であります。で、それはなぜかという、なぜかというのはちょっといろいろあるとは思うんですけれども、まあ、これによってやっぱり資金面だったり就労面、まあ、やっぱりこういう社会企業だったり、市民活動している人たち、なかなかそれを本業にしてやっていくということが狭き門になってしまっている、まあ、そういう現状があります。でも横浜って意外にそうは言っても僕は日本の中では結構市民活動が活発なところだとは思っています。というのも、この NPO を、全部ですね、プロットしてみたんですけれども、横浜の中には1500以上の NPO 法人がいます。で、それが別に横浜都心だけに固まるだけではなく、全地域に点在をしています。で、これはすごく僕は横浜にとっていい、側面なんじゃないかなというふうに考えています。じゃあそこで、減少者を使ってどういうことができるか。まず一つ一番やりたいと思っていることとしては、民間が主導でこの公共を考えて、行動アクションを起こしていけるプラットフォームを、ここで作っていくことができないかなと。まあ、よく言うこう行政がいて、下に NPO がぶら下がってるみたいな、そういう感じの、まあ、これは横浜に関してではなく、日本では結構、まあね、ちょっとこう悪く言うと下売りみたいな感じになっている部分も多少あったりなかったりっていう話はよく聞きますけれども、そうではなく、行政と、対等な、もう一つシビックガバナンスにちょっと名前を付けてみましたけれども、もう一つの行政をこの町に作って、市民が自分たちで、まあ、先ほどの、ね、G グループのように公園をこう開放しようみたいな、そういう思いを、公園の制度はこうだとかっていう
そこでダメになってしまうのではなく、ちゃんとこう対等にやり合える、そういうプラットフォームが作れたら、もっと横浜って元気になって楽しい街になるんじゃないかと。で、いうことで、まずこういうプラットフォームを考えたい。で、そこには、ソーシャルビジネスだったり、まあ、民間でその、ね、地域を何とかしようとか、社会問題を何とかしようと思う人たちが集約する、そういう物理的なスペースを、提供する。でもう一つは、いろんな情報ありますよね。社会問題の情報もあれば、行政が抱えているビッグデータを、があったりとか、そういうものを、ここで集約をして、実際にその使えるデータに、まとめていくような作業だったり、ソーシャルインパクト、まあ、例えば何かアクションを起こしたときに社会にどれだけ影響、いい影響を与えたか、社会をどうやって変革できたかっていうのを数値化するような、そういうこう、評価指標の開発だったり、まあ、そんなことを、やったり、あとはですね、今最近話題になっているソーシャルインパクトボンドという名前の、ちょっとこう説明すると長くなるんですけれども、社会コストを減らすことによって、ある民間が社会コストを減らす、減らした社会コストの中からもう一回こうそこに出来高報酬みたいな形で、リターンを出すみたいな、そういうこう新しい仕組みが世界では、今行われています。でそれ以外にも BID というものだったり、タックスクレジット、アセットトランスファー、いろんな、仕組みがですね、最近こうヨーロッパを筆頭に開発をされています。で、まあ、そういうことを、日本でも日本初の仕組みを考えていく、そういうこう交渉していく、まあ、アドボカシー機能も、含めた、プラットフォームにしたい。でただ単にこの現地庁舎周辺、館内周辺だけではなく、そこを中心として全域、横浜全域の、につなげていくためにも、地方地域の団体だったり、そこでビジネスと連携をする、そういうプラットフォームになっていければというふうに考えています。で現地庁舎の使い方として、プラットフォームだけではなくて、もう一つ、資金捻出の、なんだろうな、リソースとして資産として活用していきたいと。でこれはあの先ほどのアセットトランスファーというのが、イギリスに、そういう手法があります。これは、まあ、NPO 団体だったり、その、まあ、続く非営利団体に対して、行政が持っている資産を、非常にこう安価に貸し出しをして、まあ、使用権を移転をさせて、それをもとに、活動資金を捻出するという、そういうスキームです。まあ、それを、まあ、今の日本ではその、仕組みはなかなかできないんですけれども、この5年間をかけてそれを、できるような形で、取り組みをして、実際に、まあ、アセットトランスファーができたとします。そうすると、現地庁舎を、サブリースをする形で、貸し出しをして、家賃収入を得ます。もう一つは、先ほど F グループの中にもあったと思うんですけれども、空中券の話なんですが、まあ、今の容積率でもまだ全然あの現地庁舎余ってますので、それを東京駅の、空中券の売却と同じように、ここで例えば仮にやった場合、大体まあちょっとこう一番低く見ても200億くらいできるんじゃないかっていう、ちょっとこう想定のもとで、それを資産運用として 2% で運用すると年間4億円くらい、それの運用益が出ます。まあ、ここら辺を足して大体14億円くらいで、実際先ほどのようなソーシャルバレーの、プロジェクトを回していくということができたら、いいなというような感じで、我々の方では、考えてみました。ではこのソーシャルバレー、これちょっとこうビジュアル、まあ、概念図ですけれども、基金運営が一番そこにあって、そこから拠点運営だったり、先ほど情報集約、まあ、地方団体との連携というものがあって、まあ、実際にこういう形のことをやっていくということができたらいいなと。で実際これ、夢物語ではなくて、世界ではもうすでにあります。で特にイギリス、これローカリティという団体がありまして、まあ、もちろん歴史は非常に、長くてですね、もう30年、20年、30年という長い、戦いのもと勝ち取ったというところが近いと思うんですけれども、これ、イギリス全土で500ぐらいの団体が、まあ、結集してですね、まあ、教会みたいなものを作っていて、そこでは、そういう地域の団体のサポートをするような、組織だったり、このさっきのコミュニティアセット、アセットトランスファーをすることによってコミュニティアセットの活用方法を提供したりとか、で国会とか、行政に対して対等にこうやり合うための、機関だったり、まあ、そんな感じのことをやる団体が、すでにあります。で体制としては、まあ、もちろん民間ででもその市民団体だけでなんてもちろんできませんし、企業だったり大学、研究機関、
金融機関だったり、あとはもちろん行政も含めて、そこで事業体を一つ、構成をします。でその団体が、原子商社の中には本当にこうちっちゃなところだけ使って、その周りの民間の、建物のところですね、そこを、基本的な、ブースとして、ブースというか、まあ、スペースとして、活用して、ソーシャルバレー全体を、その館内の、原子商社周辺で、形を作ります。でそこをこうコアにして、横浜市全域にある活動団体とも連携をしながら全域へと波及をしていく、やっぱり原子商社自体は館内の周辺の人たちのためだけのものではおそらくないと思いますので、全域の市民の、に、まあ、波及できるようなそういう考え方で、活用できたらいいんじゃないかなというようなことが、我々の館の中には入っています。でこれ、まあ、そのソーシャルバレーの中で原子商社を活用した時のちょっとまあ簡単なあの、まあ、こんな感じだったらどうかなというのが、この絵です。まあ、ホテルだったりオフィス、まあ、おそらく先ほど今までの、プレゼンの中でも出てきた、用途が入っているとは思うんですけれども、そういう中で単なるコマーシャルではなだけではなくて、ちゃんとソーシャルアクションだったりソーシャルインパクトを目指そうとしている団体を、我々の方で選定をしてここに入っていく。で、まあ、もちろんそういう商業ベースだけではなくて、フューチャーセンターだったり市民活動センターだったりそういうこうちょっとこう、営利よりかは、まあ、ちょっとこうなんだろうな、こう収益性が下がるところも、こうバランスよく入れ込む形でこう運営をしていく。で、まあ、そういう形にしていくことで、まあ、ここに入ると、なんかソーシャルインパクトを出す企業だっていうようなこうちょっとこうなんか見方が変わるというかステータスが持てる、まあ、そんな感じの、この拠点というふうになればいいのかなというふうに、考えています。で最後、なんですけども、まあ、実はまあ先ほどのローカリティもそうですけれども、いろいろ、まあ、視聴者横浜視聴者ですけれども、例えばイギリスだとタウンホールでは実際にそのアセットトランスファーで地域の、活動団体がそこをまあ、使ってですね、コミュニティのアクションを起こしているというのがもうすでに、あります。でそれはもう何年も前というわけではなくてここ数年で起こってきている、現象です。だそういう意味でも、これまだアジアではあまり行われてない、特に日本なんかはまだ全然できてないというところ、まあ、それは貸し出しはもちろんあるかもしれないですけれども、実際に行政と対等にこう、やり合えるような環境というのはまだまだ、日本ではできていない、それは状況ではあると思いますし、アジアでそれを、一番初めに行っていく、まあ、それこそね、他の方々のところでもありましたけれども、やはりこう開港したこの横浜という、町がそれを先頭を切ってやっていくということが、必要なのではないかというふうに、思っております。はい、以上で、我々の発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。